皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、タイトの主題、今日はね3回目、このタイマの主題の最後の、動画になります。ちょっと3回目はねちょっと衝撃的なものをね売ってるのを発見しました。ちょっとその様子を、見ていただければと思います。よろしくお願いします。今日はですね、このディスペンサリーというお店で取材を受けているということで、これからね、お店の中に入っていきたいと思います。この店はいつからオープンしましたか？ラーメンフードの前か。たまに。ハワイだ。5日。5日間だけ。まだオープンして5日。はい。これですか？マリファナですね。これ買いますか？買います。これがいくらですか？中どれか。You can see right here. 750。1グラムが750バーツ。750バーツ。で、マイナスじゃない？はい。まあ大体3000円ですね、日本のお金でね。これもこれを入れますか？そうです。これ入れ。This one. これ、これはこれはどうしますか？どこに入れるの？お水入れて、マリファナ入れて、その時がする。ちょっとじゃこれちょっとだけ入れこっち出して、はい、これでどこに水入れますか？水ここ入れて、水入れてこのぐらいでしょ、ここまで水入れて、はい、これ マリファナ入れて、その時はここマリファナ入れる、はい、ここ、yeah. ここにマリファナ入れてここから出ますか？ yeah. Yeah. そうです。ここからマオナベこれは何ですか？これは何？あれはあれか？ノーか？あれはあれか？ブラウニーケーキ。ブラウニーケーキ。クッキー。クッキー。クッキー、ショコラシュ。クッキー。はい、クッキー。クッキーにマリファナが入ってますか？あれ、パリ、ガンタル、パリ。マリファナ入れたです。クッキーにマリファナが入ってる？はい、入ってます。これはいくらですか？一つ？300バーツ、はい、1200円。これ300バーこれ一つ食べると どうなりますか？はい、これ11バーツ。ああ、また食べたらリラックス。リラックス、はい、リラックス。これはチョコレート？これはチョコレート。チョコレート、チョコレート。これはいくら？300バーツ。同じ300バーツです。これクッキー、チョコレート、これ売れますか？売れますです。びっくりね。これはこの中、この中がこれですね。はいはい。あれじゃないわ、すごいね。このクッキーとかチョコレートを売ってるところは少ないですよね。簡単です。食べれる。はい。吸わないけど、食べるわ。吸わないけど食べる。はい。これね、日本に持って帰ったら捕まりますよ。日本に持って帰ったら。ダメです。ダメね。はい。タイだけね。タイだけです。ちょっとこれはびっくりしました。はい、今ね、見ていただいて皆さんもねちょっとびっくりしたと思うんですが、この冷蔵庫の中に入ってたクッキーとかね、ブローニュー、まあ、チョコレートみたいなもんですけども、300バーツで売ってますね。まあ、日本円にして1200円ですね。非常に手軽にこう口に入れることができるもんですけども、これね、まあインタビュー取れてないんですが、近くにいた方の話なんですけどもね、これを食べた女性がいたそうです。もうね、相当酔っ払ったような感じでフラフラになって、もうそのあたりで倒れ込むようになっていたと。ですから、まあ、私はこの専門家じゃないんでわからないんですけども、どのぐらいそのチョコレートとかクッキーに、含有量があるのかっていうことだと思うんですけども、まあ非常に危険じゃないのかなと思いますと同時に、これをね間違って日本に持って帰ったりとか、
もしくは間違わなくても、まあ、クッキーだからなんて持って帰ってたら、これ一発でアウトですよ。必ず逮捕されると思ってください。あと他にもですね、なんか飲料水にそういったこの大麻の成分が入ったものがあったりとか、あとお菓子等でもそういったものがあるのも売られているという話をね、ちょっと私は見つけることができなかったんですけども、そういったのもあるという話を聞いています。向こうで使用することが私は決して OK とは言いませんけども、そういったのでね、カバンに入れてて誤って持って帰った、これ大変なことになりますよということです。またこれもね、常習性があるように、まあ使ってみてね、まあ本人的に良かったということで、そのたんびにね、海外行ってればいいですけども、日本でも当然買うところはあります。そんなことをしていたら必ず捕まるというふうにね、思ってください。これ前回もねちょっとお話ししたんですが、もう一度皆さんに話しておきます。まあ大麻解禁になったんですが、日本の外務省の海外安全ホームページというところでですね、こういうふうに書かれてますからね、日本では大麻取締法において大麻の所持、常受、購入を含む等については違法とされ、処罰の対象となっています。当たり前ですよね。日本ですから。使用はまあ罰せられませんけど、所持したり、売ったり買ったり、譲り渡したり、栽培したり、これ全部アウトです。この規定は、いいですか、ここからですよ。日本国内のみならず、海外において行われた場合であっても、適用されることがありますと書かれています。海外であっても、ね、すぐ捕まりますよとは書かれてませんけども、適用される場合があります。どういった時に適用されるのかっていうのは、私がここでね、こういった時は適用されて、こういった時は適用されないっていうのは、なんか犯罪の助長になるようなことになるので、まあ、外務省の、海外安全ホームページに書いてるところだけをね、ご紹介させていただくということになりますけどね、本当にくれぐれも注意していただければというふうに思います。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひこのテロップ出てると思うんですけども、こちらまでご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。